棚橋一郎棚橋一郎昭和17年2月7日は岐阜県出身の教育者、漢学者、衆議院議員、東京市会議員。父は失明の漢学者で、日本松藩士、棚橋松村、母は教育者、棚橋綾子。父から小学一般を習い、母から習字を学ぶ。交換学を佐藤真貴さん、佐藤千宗に指示する。父方のおじに、 村上運動家で大阪府立農学校長などを務めた棚橋公平。明治13年に東京大学文学部和漢文学科に入学。同17年に卒業した後、東京大学予備門で教壇に立つ。また卒業の年には井上遠寮を中心として哲学会が創設されるが、その初期メンバーに加わる。棚橋の他に井上哲二郎、有賀長尾、 三宅裕次郎、加藤博之、青春、西村茂木、富山昭一等がいた。明治20年、井上遠良が創設した哲学館で、加納治五郎と共に倫理科目の講師となる。明治21年、三宅節霊、島寺木来、井上遠良らに代表される、政教者に加わり、雑誌、日本人を観光、同年、陸軍幼年学校、 東京府立一中教諭。また、同年6月から翌22年6月まで、井上遠良が海外視察で要講していた関係で、遠良がついていた哲学館館主の代理を務めた。明治22年、哲学館の移転に伴って、その新校地内に育文館中学を創立し、大正10年まで校長を務める。しかし、明治29年、 育文館からの失火により、哲学館の校舎が全焼。翌明治30年、哲学館は再び移転し、小石川区原町に落ち着く。母、棚橋綾子明治35年、衆議院議員に当選。明治36年に、母綾子た7名と共に、東京府下最初の私立高等女学校である、東京高等女学校を創立。同校初代校長には、母、 棚橋綾子が就任する。明治38年に東京市会議員となる。1922年、東京市政議国で東京地方裁判所より、懲役3ヶ月、執行猶予3年、追徴金300円の判決を受けた。ありがとうございます。